こんにちは。方程式チューバーです。問題をご覧になられてみてください。またまた面白い問題なんですよ。こちらの問題。2022年2月に静岡文化芸術大学で出題された数学の問題です。それでは早速、カッコ1番から解説をします。まだ問題を解かれている方は動画を一時停止されてくださいね。それではまもなくカッコ1番から解説です。確率分布表ってどうやって書けばいいかというと、LargeX。ラージ X 確率円数ですこの問題の確率円数というのは文字の並びと一致したカードの枚数が確率円数ラージ X になっていますからこちらに入る数字というのはゼロ。全く一致しなかった1 1枚だけ一致した2 2枚だけ一致した三枚だけ一致した4これはカードの並びが最初が S 次が U 次が A そして最後が C になった 4枚一致したとといいうことになっていますそしてそれに伴って2段目が P 確率の P ですでは初めに4枚全てが一致した場合を考えてみたいと思いますカードは SUAC 全て異なった文字のカードが4枚あります並び方は4の24の通りが分母になるわけですねそこで4枚一致したカードの確率を考えてみたいと思います SUAC というカードで考えづらいという方は1234という4枚のカードがあってこの4枚のカードをシャッフルして並べた時に1234と並ぶ並び方は何通りあるかを考えてみましょうそう1通りですよねだからこちらに入るのは1 24分の14枚全てのカードが SUAC と並ぶのは1通りしかありませんから1 24分の1になるわけですでは次にこちら こちらの考え方は実は3枚だけだけなんです3枚だけ一致する場合を尋ねてるんですカードは4枚あるんですよねうち3枚だけ一致つまり1,2,3が一致したっていうことだよねで残りの1枚は何 ?4 のカードでしょここに4が入っちゃうと3枚だけ一致が崩れて4枚全てが一致したことになりませんつまり何が言いたいかというと3枚だけ一致って絶対にありえないんですよ起こらないってことです だから確率は分の0つまり0になります実はこれ意外と気が付くのが難しいんだよねじゃあ次にここここって2枚だけ一致っていうこと4枚のカードで2枚だけが場所が一致してるっていうことなんだよねこうやってカードが4枚あってこのうち2枚だけが一致したっていうことになるわけでしょつまりここには U がここには A が入ってるんだよねそうするとここには C ここには S が入らないとダメだよね もしもここに s が入ってしまったら、残りのここには c が入るから、なんと4枚一致になってしまう。つまり、この問題、ここに入る確率というのは4枚から2枚を選べばいいということと同じになる。つまり、コンビネーション4の2っていうことだ。2。かける1分の4かける3。つまり6になるよね。つまり24分の6。だから4分の1になる。次はここ。ここは1枚だけ一致っていうことになるよね。1枚だけなんだよね。 一致するのが例えばで言えば動かすよここだけ一致して残りの3つは一致しなかったっていうことここには S が来るけれどもこちらには U は来ないこちらには A は来ないここには C は来ないっていう並び方を考えなければいけないするとここに S が入ってここには U は来てはダメだから A がここに来たことにしよう。次ににこちらには どれが来ればいいかというと、残ったのは U と C なんだけど、もしもここに U が来てしまうと C が同じになってしまう。一つだけじゃなくなるよね。S というカード1枚だけが一致する場合って、こんな並びがあるよね。だけど、S がここに来た場合に他にはあるかないか考えてみようよ。実はあるんだよ。どんな並びがあるかというと、こんな並びだよ。そして、これ以外にあるかどうかも考えてみよう。あるかな,ないかなあるかな,ないかなあるかなないかな どっちだろう 2>, いいだ、ね、2つだけなんだつまり最初の S が一致した時に2通りが出てくるでは2番目のカードここに U が入った1枚だけ一致する場合は残りの3つはどのような並び方があるかというとまず1つはこのパターンそしてもう1つはこのパターンなんだよねつまり1枚だけ一致する場合って S のカードだったら2通り U のカードでも2通りだからカードが4枚あるんで つまり8通りになるよね。するとこちらに入る確率は24分の8だから3分の1が入ってくるでは最後この確率0っていうことは全て一致しないっていうことだから全ての出方24通りから1枚だけ一致する場合の8通り2枚だけ一致する場合の6通り3枚だけ一致する場合の0通りそして4枚全てが一致する場合の1通りを引いてあげればいいよね。 9通りが出てくるから、こちらの確率は9 24分の9、つまり1分の3になるわけです。カッ1番の答え、X の確率分布表を作成せよ。黄色いマーカーが答えになります。次に、括弧2番、X の期待値と分散を求めていきましょう。動かしますよ。期待値というのは、確率変数と、そしてその確率をかけて、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 かけて足せばいいんです。 ゼロかける八分の三、プラス一かける三分の一、プラス二かける四分の一、プラス三かけるゼロ、プラス四かける二十四分の一です。答えは計算をすると、なんと一が出てきます。次に、分散は一と戻しますね。表をご覧ください。第一が一だったことから、分散の式はこのように与えられていましたから。ゼロの二乗をかける八分の三、プラス一の二乗をかける三分の一。 プラス2の2乗をかける4分の1、プラス3の2乗をかける0、プラス4の2乗をかける24分の1から、E の X、期待値が1でしたから、1の2乗を引けばいいわけですすると、答えは1が出てきます。2>, 2番の答え、X の期待値は1、そして X の分散は1というのが答えになるわけですね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。